旧塗装の490系アラリスアラリスは、スペインの国営鉄道会社レンフェが、首都マドリードとバレンシア地方の主要都市を結ぶ490系や130系を使用した列車サービス名である。1990年代半ばに、レンフェでは30年以上にわたり運行されて、老朽化が進んだタルゴ3を取り替える必要が出てきた。そのため、 在来の電化路線で高速運転ができる新しい車両が求められた。その後の入札の結果、アルストムとフィアットの企業連合が落札し、10編成の車体軽車車両490系の導入が決定された。490系は、チザルピーノで運行されているイター470やイター460をベースとした電車編成である。 アラリスは1999年2月16日より、マドリード・アルバセテ・バレンシア間で160時速 200km の最高速度で運行を開始した。2009年からは新たに 130k での運用も始まり、アトーチャー駅アルバセテ・バレンシア・サグント・カステリオン・デ・ラ・プラナ、ベニカ・シム・ガンディアとバルセロナ・サンツエキサロー・アルデア、ビナ・ロス、ベニカルロ、 ペニスコラ、オルペサイコールデイコールマールベニカシムサ軍とカステリオンデラプラナバレンシアアリカンテ間の系統で運行されている。アラリスは中距離列車サービスで航空路線のビジネスクラスにあたるプレフェレンテとエコノミークラスにあたるトリスタのに等級に分かれている。プレフェレンテは2プラス1の座席配置でリクライニングシートを装備し新聞、雑誌のサービスとを絞り、 飲み物のサービスや時間帯により、軽食のサービスが提供されるなど航空路線を意識したサービスが行われている。トゥリストは2プラス2の集団見合い配置になっている。両、クラスとも天井からモニターが設置されており、無料のイヤホンで映画などが楽しめる。また、中間車にはカフェテリアも設置されている。 アラリスは1編成あたり3両の構成で定員が160名と以前のタルゴに比べ乗車定員が減ったことによる混雑や料金の値上げなどで批判されることもある。また、高速化されたがその効果があまり大きくないとも言われることがある。週末などの混雑際に編成併結による列車も多い。ありがとうございます。